切な男が目の前で死んだ時、俺たちはただ黙って指をくわえるだけなのか。己一匹の侍、売られた喧嘩ならば潔く勝ちまえ、天空へ突き抜ける鉄拳をねじり込め、修羅場の向こうの葬式が終わったら、今こそ己一匹の侍、すみません、ともしびを貸してくださいよ。命の雫の流れ行く道を照らすから、どうせ貴様の軟弱なバラ骨に手を当てりゃ、己一匹の侍、裏切りばかりのこの世で表をがっちり歩くためによく聞け、己一匹の侍。されど、己一